ないの？先行くからついてきて。すげえ。よし、行ける。 あくまでも敵対するか。よかろう。ならば待ってやる。現実に逃げ場はない。ここのシステムを突破することもできない。お前たちに明るい未来は万に一つもないんだよ。 すげえのが出たな。合気道とかそんな。もんじゃねえ。超武闘派じゃねえか。絶対怒らせないようにしよう。腕とか持ってかれそう。やりかねんオーラはある。やめて。ここ何年かで一疲れた。だけど結構良かった。追いかけてた怪盗団に自分がなっちゃうなんてね。 お姉ちゃんが知ったら失神しちゃうかも。姉というと前に言っていた。特捜部の検事なの。怪盗団のことを調べてる。いやそれまずくね。大丈夫よ。あんな世界のこと現実の捜査で分かるはずない。まあこうなる運命だったんだろうな。どういう意味？私はお姉ちゃんみたいにはなれない。 いつか分かり合えない時が来る。そんな気がしてた。必死で働くお姉ちゃんには感謝してるけど、なんか哀れだなって思うこともあって、ペルソナの声を聞いて本音がはっきり分かった。根っからの真面目じゃないみたいだな。大人の言いなりになってただけ。彼女、参謀にいいんじゃないか。頭は切れるし度胸もある。いいんじゃね。 ちょうどそういうの欲しかったし。役に立てることがあるのなら。男ばっかでむさ苦しかったし、私的にもこれでかなり。金城からよ。催促だって。パレスの出来事はこっちの金城には分からないのね。ああ、だがこっちの金城の認知が変わればパレスは影響を受けるぜ。慎重にな。 余計な接触は避けた方が良さそうね。あと3週間か。それにあのセキュリティだ。でも成功すれば絶対いいよね。叩き潰してやるわよ。私を怒らせたこと必ず後悔させてやる。とにかく明日から作戦開始だ。いつも通り、まずはお宝までのルート確保ね。さすがに慣れてきたな。 バイク型のペルソナか。
ほら、我が輩も車になれちゃうし、なんていうか親近感。いや、我が輩は人間だから。まあバイクも悪くないが、大勢は運べねえからな。やっぱ我が輩は特別。運ぶ？いや、連れて行く。今一瞬頭になんかが。ダメだ、何も思い出せねえ。まあ分かんねえもんは仕方ねえか。今は金城に集中しなきゃな。誠はお前らと違ってクレバーだし、期待できそうだ。それにしてもお前持ってるよな。我が輩も怠けてられんな。よし。そうだ、金城片付いたらメメントスの相談もしちゃおう。誠の頭脳なら何か。もしもーし。ユウスケに続いて誠、こいつ随分引きがいいな。何か理由があるのか。まさかな。おはよう。
よし。そうだな。でも、これってちょっと。いや。さてと、叩き潰すぞ。いいか。では作戦会議を始めようか。よし、会議を終えるぞ。さあ行きましょう。